はい、次。はい、次へ行きましょう。たまに誰もいないのにすごく臭い時があるのですが、あれだろう。あれって幽霊臭ですか、それと自ら漂う加齢臭ですか、教えていただけたら幸いです。あのね、幽霊だったらいいんだけど、加齢臭の場合コメントできねえなって俺思って、どないしようって思った。これココイチ臭か。ココイチ臭は厳しいな。すごく臭い時があるのですが、あの、あなた自身その幽霊を匂いで感じたことはありますか？幽霊匂いを感じるときはね、線香っぽい匂いがするのよ僕。臭いでどの臭いか判定ができないんだけど。僕はそうだね、線香っぽい匂いがするのが本音かな、僕の匂いがするっていうのは。線香の香りが漂う、何もないのに線香の香りがする時とか、そういうのだったらワンチャン幽霊の可能性がある。高い。僕はね、僕の場合はね、臭いっていうのは分からん。何の臭さか分からんもん。そうね、匂い、あ、それ聞いとけよかったな、先に。僕の霊感感じるっていう人も、今日なんかすごいお線香臭いんやけどって言うと、案の定ポルスター返しみたいなことがあったっつって。へえ、あ、ポルスター返しだと思い出したんだけど、ん、最近最近うちでもまたって。こと書かないね、ネタに。娘が一人で、音楽、まあ、音楽して自分でベースを弾くんだ、だんだかだんだかだん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 ってな。で、弾いとって、そしたら絶対倒れるはずのない台の上に置いてあったビールの缶が下へコロンって倒れたらしい。それはその台のどの辺に立ってるものなの？真ん中に置いてある、真ん中に置いてあって、それが落ちるの？それもコロンコン落ちて、普通コロコロコロって転がって、コロ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 って長い間転がっとるで、家が傾いとるんかなと思った。ポルターガイストってそんな強い判定を起こすものなんですか？ああいうラップ音ぐらいじゃないの、なんかそういう。いやいやいや、物を動かすとき、物を動かすときはすごいよ。本当に空き缶が潰れとるときとかってよくあるからな、俺んち。いいね、自分で潰す手間なくなるね。全部潰してくれんけど、なんで一個なんやと思ってた。で、風も吹いとるわけじゃない、クーラーがそよそよそよって当たっとるだけなのに、な、缶を飛ばすほどの威力も何もないのに、それ BS でも弾いた響きやろって、それはないっつった。それはない。そんなんであんなもんバン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 響いてボロンってな落ちるわけないし、コロ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 って、50センチも近く転がることもないっちゅう。それはあなたがいないときに起きてるの？俺が寝たかいないとき。寝たときだったら勝手に霊感だだ漏れてんだなっていう、水道の蛇口閉め忘れたんだな感があるんだけど、いないときにも起こるってことは、あなたね、やっぱり霊いるんじゃないの？除霊しないの？本当に。俺ん家におるやつは除霊しないようにしてる。で、そのポルターガイスで缶コロコロって転がっていくわけじゃないですか。娘さん今なんて言うの、それを見て。最近慣れた。最近慣れた。慣れた。缶コロコロコロ転がっていきました。その缶拾って、そのゴミ箱なり元の場所に置くなり、その。しないって。転がったら転がったまま？まま。すごい散らかしてるだけのように見えるじゃん、それ。全然散らかってるもん。うちそんなのは、よくあるね。最近この前買ったおみくじの狐の、犬か狐のあったやん。あれが最近動かんようになった。あ、飽きた。別のコンテンツに行った。コンテンツに行ったな。
たまに、廊下がガサガサって歩く音はよう聞こえるな、最近も。寝てる時とかに？いや、起きた時、目が覚め、ふっと夜中に目が覚める。そのガサガサで起こされてるんではないんですか？わかんない、睡眠薬飲んどるではそう起きんけど、最近なんか知らんけど2時10分必ず目が覚める。2時10分必ず20、初めて睡眠薬飲んで起きて、起きるの。ここ最近多いんですよ、心霊現象が。うちももうこの時期になると、もう僕の頭の中はもうパニック状態だから冷静にいるのが不思議なぐらいだもん今でもこうしてやってるけど、声だけは聞こえますからあ、やっぱり聞こえてるんだ。うっとうしいほど声は聞こえてますから。普通の車だよね。そうですね。何やってんだろう。何やってんでしょうね。わかんない。なんかの下見かな。かな。はい、次行ってみよう。うん、ポンタさん置いといて何回置かれたんだろうポンタさん嫌わないでね、ポンタさん好きよ俺、うん、お疲れ様です。どういたしまして。皆さんも本当にお体気をつけてください神社系だと千葉県のだるま神社とかどうですか？皆さん東京飛ばしすぎうん、東京飛んだらか埼玉といい、千葉といい、東京飛び越えるのはダメ。まず千葉だったらディズニーランド行けるぞっていうメリットがある。多分スターウォーズのグッズ買って買う。もしね、本当千葉行くって言って、うん、ディズニーランドあるか超あ、まあマイナーな心霊スポット行ったら、俺心霊スポット行くもん。あまあ、だってお前ミッキーマウスより楽しいぞ逆にうん、ただだし、まあ、ディズニーランドどんな場所ってテレビでオンエアされて、まあまあわかるからね。その現地行った楽しみはもちろんあるんだろうけど、ミッキーマウス抱いて、あ、汗臭って思うよりかお前線香臭いとこ行ってお前なあ、見えないものを抱きつかれるのが そっちの方が好きだぞ俺うん、なるほど。ディズニーランド行こうと思ったらソロで行くしかなくなるな。ディズニーランドに恐怖ってないじゃんドキドキ感も。ホーンテッドマンションがあるじゃない。こういうのホーンテッドマンションっていうホラーコンテンツが作り物やん。こいつ生だぞ普通の人は生を求めないのですよ。そうそう、もう既製品より生だって絶対、うん、いやでもその千葉県のそのだるま神社はどうですかっていう、その生の場所だと、ああだるま神社ってあれだよね、うん、たまに聞くよね。心霊系 YouTuber が撮影に行くと必ずと言っていいぐらい現象が起こっていて怖いと思いますが、千葉県はちょっと遠いですが、うん、ちょっとじゃないんだよな。遠すぎんだよな。埼玉も千葉もみんな東京と超えちゃうんだよな。でもあれっすね、要は心霊系 YouTuber で霊感ないグループとかもあるわけじゃないですか、霊感ない人たちも、うん、それでも心霊現象が起こるっていうのはなかなかやばいのっていうか、アクティブな霊がいるなとは思うんですけど、霊媒者じゃないから取れるんじゃないの除霊されると嫌やじゃん。うん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 、うん、俺除霊するからやべえと思ったら。おー、でも興味あるのは千葉か。千葉遠いな5時間か。うん、埼玉で5時間だから千葉でも5時間ぐらいはかかりますね。千葉県って高速道路通っとるのお、今のセリフ流していいのかだって埼玉がある、埼玉やろ高速、千葉には行かんやろ、うん、言うて高速ないの沖縄だけじゃない別にそう、北海道あるの？北海道は貸し切りみたいな状態で毎回乗れますよ本当に北海道だって一個から。千葉って高速道路あったっけ？埼玉あるんか。一都六県でないことある高速道路。だってわざわざだって埼玉から千葉へ行くってことねえやろ。まあいいけど。千葉の人すいません。本当ですよって。
喧嘩売ってるわけじゃないんだけどさ、つらへんってもう。ダメですね。うん、無理やって、諦めや。まあ、千葉も埼玉も近い隣地県やん。うん。それでまあ、泊まりがてらでもいいじゃない。真面目な話、1都6県やるんだったら。ディズニーランドのあのホテルに泊まって。ディズニーランドかは知らんけど、1都6県中央って東京でしょ、でも、うん。だから東京でそれこそ泊まれるような環境を作って、なんかもうまとめてその東京で泊まるかもね、埼玉で泊まった方が安くねえか。あ、都心で泊まるよりかは大丈夫、ちょっと脇道取れるから。本当多分ね、実際泊まるってなっても安いとこ選ぶと思うから。ネットカフェでいいよ、あれ。今度そういうとこも行こうよ。埼玉、埼玉や。でもまあこういうその遠くてもね、そのいつかは行く予定ではあるから、こういう場所のね、あのここどうですかっていう情報自体は遠くてもあの今は無理だけどいつか叶えたいか。いつかとは言わないけど遠い未来。どっちの方が近く感じるんでしょうねこれ。近い未来ですね。僕がまあ年取って体力がなくなったら行けなくなる前には行きたい。でも今ね、京都なんですよ。何が京都行かんのかやろ。そうっすね、京都、京都ハードル高いぞ。なあ、京都、大阪、お土産にはこと書かないな。みんなおめえあれだろ、たこ焼き味やろ。いいじゃない、たこ焼き買って帰れば。そんなんそこら辺のスーパーでいいよ。俺もたこ焼き、あ、このお店はこのソースの味なんだ、このお店はこのソースの味なんだ。だけどさ、あのたこ焼き大阪行ってたこ焼き見るやん、うん、おたふくのあの看板立てとるやん。おたふくのタレ使っとるんかなと思うやん。まあ使ってるんじゃないですか。だったらここでも同じやん。おたふくやね、ブルドッグかなんか知らんけど、香味ソースかもしれんし、だろう。まあ家でタコパ焼きてるがなんかすっげえ、俺たこ焼き、たこ焼きに命かけとるんだっつってさ、うん、ね、たこ焼き一筋何十年って書いてさ、おたふくのたあの垂れ幕垂れたって意味、あ、おたふくなんやなと思うやん。いかんせん我々味に厳しいから。だったら家で食っても同じ味やん。まあ変えちゃう味だったらね。だろう、おたふくの味だもん。嘘でも秘伝のタレって書いとかないと、うん、おたふくのかあの看板立てちゃいかん。あとコメントであれ、そういうこういうかっちゃんさんの凄さに驚きましたとかあるんですけど、そうやって言ってくれると嬉しいよね。あのごめん、そっちじゃないんだ。あのだけどさ、悪いけどさ、いつもずっと気になってるんだけどさ、はい、あの前に立ってる人って見える？見えるわけねえわな。どの辺にいる方？トンネルの入り口？入り口じゃないぞ。その真ん中ぐらいかな。いねえな。するとやたらこっちにも影がポッポッポッポ動くんだけど、なんでやろうね。それはコウモリだと思う。コウモリかな。人が立ってるのはまるで見えてないね。なあ、だよな。じゃあ俺だけかあれが見えるな。どんな人？分からん。あ、見ないようにしたな。あのコメントやろ、この、うん、あ、動いた。ちょうど携帯に目を落とした時に。はい、あのよくこのムイ君とか言われるじゃないですか。ムイ君ってよく言われるけど、ムイ君やもんな。かっちゃんはかっちゃんさんなのか、うん、かっちゃんでいいのか、どっちなのこれ。かっちゃんにしてよ、さあいらん俺。そう、あのかっちゃんさんはっていうその文章を見ると、かっちゃんでいいよ。さかなクンさん扱いなんだって思って。そんなことないです。そう、あのギョギョギョ
あの、さかなクンさんとか、アグネスちゃんさんとか、そういう扱いなんだって思って、俺。あれ、ボケとるやん、今。なんで見てなかった。嘘、今画像ボケたぞ、完全に。俺見ろ、さっき動いたってやつが来ちゃってるじゃないかよ。映像として使い物にならなくなるな、これ。あ、今、画像がボケた。ちょうどここ、ふーって。もう入ってこないでよ、人が撮影してる最中に。鬱陶しい、本当に。あのかっちゃんで、これよ、なんていう、呼び捨てじゃないけど、その、かっちゃんって呼び捨てじゃないですから。まあ、ちゃんはついてるんだけど、うん、その、あい、その、むいさん、むいさん、むいくんもいらん、むいで結構。あ、うん、それはもう、そう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 、視聴者さんと僕ら、あの、ダチですから。うん、むしろ、俺に関しては、その、ムイっていう名前、別に俺、そのネットゲームとかいろんなとこでもやってるけど、うん、知らん間に仲良くなって、知らん間に呼び捨てされるから、あ、そんな中になったんやって思いながら俺見てるから、だから僕らはもう本当にこうやって電波でつながっとる。本当に僕も視聴者さんになんかこうやって言ってるけど、もう本当もう友達だ、友達って感じで喋ってるから、うん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 、かっちゃんでいいんだよ、さんなんかいらないっすもん。へえ、うん、尊敬もいらないっすもん。霊感がすごいっていうのは、別に僕自分すごいな、もすごいもん持ってるななんて思ってなこともないもん。まああくまで一特技ぐらいな枠に抑えてもらえればっていう、あれ、たまたまこういう YouTube やろうって言って YouTube をやって、最初は使ってなかったけど、使わんとこれはまずいなと思って使い始めただけで、うん、むしろだってムン君だって霊感があるなんて知らん、ほぼ知らんかったもんね。まあそうですね、めちゃめちゃすごいなんて思ってもいなかったわけでしょ、うん、インチキ商法みたいな風に思ってただけやん。っていうか、だってあの俺らが最初知り合ったタイミングから、うん、料理の話しかなかったもんな。そうそうそう、あのなんだかんだ料理の話で話が合うところはあったから、そっちで喋っててばっかりで、その要は俺が知ったのって、そのあなたが誰かから相談してるのを見て、あ、この人こういうスキル持ってるんだっていうのを知ったっていう、そのだいぶ後の気がするもん、俺。そうだよな。で、むい君が心霊じゃあやってみようかってなったんやんでな。うんうんうん。まあそれからやってみたけど何にも映らんから、これじゃあやべえでっつって自然にまあ霊力上げてったっていうか、使い始めて今に至るんだから、そのぐらいだよな。まあだから別になんか心霊好きで集まったサークルとかじゃないからね、うん、俺ら別に。サークルじゃないんですよ、僕ら。料理人で知り合ったっていうか。そうそうそう。そうそうそう。接点まるで違うところから知って。そう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 。で、もう10年。ああ、10年ぐらいになりますね。長いな。長いですね。長いな。言われると長いな。うん、本当だよな、お前20代の時やったよな。うん、クソ舐めた目つきで俺らを見て、これをお前見とったもんな。だって仕事のスタンス絶対不真面目だなって思ったもん。あ、仕事のスタンスなんかえらい不真面目な人来たなって思ったもん、俺。本当。うん、それが逆やったやろ。真面目すぎるもんでかんねんって、俺。違う違う、俺もなんだこいつ、俺たち練習してるのに座ってこいつ偉そうに見とって、何様なんだこいつって思っとったな、俺。そう思うとなんかトゲトゲしいね、なんか仲悪いね、初期。気づいたら10年か。そうやな、で一番長く付き合いでたやな。うん、思い出話はどうでもいいわ。これ使うの、これ使うの。うん、俺としてはカッチャンさんなのかカッチャンなのかが気になる。カッチャンだけでいいですよ、本当に。もうさんとかいらないです、本当に。うん、うん、僕はもうまあ別に注意することでもないから、別にそのカッチャンさんがいい人それでいいんだけど、まあ、うん、全然その、ね、めんどくさいやさんまでつけると。そう、うん、かでもいいやか。それは分からなくなる。うち間違いかなって思う。 何かって。むいくんかでもいいよ。まあそんなところかな、質問は。うん、
ポンタ君もう置いといたやでな使うよ使うよってポンタ君にかけ本当使ってあげないと大丈夫だと思うけど、うん、使い切ったね質問はとりあえず今ある分は ただね、うん、あのこのトンネルやばいっす今はい囲まれておりますかもしかしてギョギョギョここ今本当あのやばい雰囲気なんですよちょっとね、うん、カメラ持っとったらよう映るやろうなそれはあなたに集まってきてるのやっぱりこれはそうだ、ね、こういう無意識化だと、うん、やっぱしあのネタ誰かの質問あの学校と市役所のああはい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 それの時にちょっと使ったな霊感な霊感探したでな一回それからちょっとねちょっと怪しくなってきてるんですよまあちょっと僕ねトンネル出ないとまずいかななんて思ってもいるんですよ今うん朝鮮トンネルはまずかったかなまずかったかな帰りにいよいよフロントガラス割れるかな、うん、ここ来るとねがあのひびがね3つになってるんですよ今今度4つ目になるかもしれませんよこれ3つだっけ今3つだ1、2、3だもんあそっか、うん、帰る時に必ず飛び石食らうからそう今ねトンネルがね急に静かになってるんですよ今音が消えるんですよあかんあかんね参ったことにさっきよりトンネルの向こうが暗く感じるでしょああなんか目のそういう慣れとかそういうあれかなと思ってるけど違うんだこれ違うんだよな帰りますってか撤退します俺撤退したいな今だいぶ首の後ろが重々なってきておりますおかしいな、ただの質問返答コーナーのはずだったんだけどな、あの誰だ誰だおあの市役所とかのあの千葉の出してきた人まあ後でそれは、うん、今ねもうね右側がひどいんですよ今これね右側カメラで見えたらなええだろうなと思うぐらいライトがないからな こんな感じ真っ暗はいはいダメだな見えんなじゃあ皆さんどっこいせよいしょ、ね、今度はねどこ行くかわかんないんですけど多分あの視聴者さんからあった三重県ああはいはいはい三重県で2件ほど情報をいただきましたマジありがとうございますありがとうございます多分そこ行くつもりでいますはい近いうちに、はい、近いうちにうん来週か再来週かいつの来週やねんってなるわいつの来週やねんお前らこれいつ撮ったねんってなるからこれあのジェイソンの日本当だ本当だってだから来週まあムイ君がコロナの予防接種で体力があれば来ます。行きます。まだ打たないよ俺。そう。予約のあれしてないもん。それで今度が今日13日やで今度が今度19か20か20、21ぐらいでまあ行ければ、うん。そうやって言うとさ来たら困るね。そうあのコロナもワクチンできていいかなとか思ったけど、うん、デルタ株出てきてあこれまたダメだってなってるから仮面ライダーデルタがかわいそうだよねそれ言ったらコロナビールが一番かわいそうなんよコロナビールが一番かわいそうなんよ本当だよなコロナビールかわいそうだよなそんな偶然あるかねって思いながらなんていうの当時話題になった時見てたけど見てた今度デルタが出た時俺仮面ライダーファイズかわいそうだなと思ったもんあんな強い仮面ライダーをってデルタで真っ先に仮面ライダーファイズ出る人は特定数しかいないから大丈夫だな仮面ライダーああ仮面ライダーやんと思ったもん俺デルタで真っ先に何か思い浮かばねえんだよなそうなんでデルタにしたんやろまあなんか星であったデルタっていう名前コロナも星の名前や惑星の名前ですね、うん、惑星でしょう、うん、
惑星。まあそういうことで皆さん、もうね、もうこれ以上抑えきれることができなさそうやもんで、僕にも。圧がすごいですか、今。圧すごいですね。水が落ちる音じゃねえもんね。あ、水の落ちる音やね。今のは水が落ちる音。ね。ということで皆さん、また、はい、今度はね、夜の撮影、もらった三重県行きたいと思ってますもんね。はい、近いうちに行って、また、動画にすると思いますので、お待ちくださいませ。お待ちください。では、さよなら。さよならって。さよなら。今、何体ぐらいに囲まれてるんですか、これ。7体ぐらい、嘘。さあ、急いで逃げろ。死にたくねえぞ。